ジャンナビリーチ、プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ、はい、まんをお送りしたいと思います。1回戦と2回戦を終えまして、ポイントが、1着地の、プラス 125.6、2着に、足立、マイナス 12.9、3着に津田、マイナス 50.0、 4着にカナン、マイナス 62.7 ポイントとなっております。知能は、まあ、頭角ですね。頭角ですかね。はい、頭角ですね。すごいラスを引かない限り、はい、すごい、ものすごくものすごいラスを引かない限り、大丈夫と、はい、で、まあ、現在、2着の足立も、トップならほぼ大丈夫。トップは間違いなく大丈夫、うんうんうん、で、はい、津田もトップなら大丈夫。トップなら大丈夫ですよね。で、カナンなんですが、カナンさんだけちょっとトップはプラス条件がある可能性がある。でもトップの条件ですよね、はい、並びが、はい、そうですね、まず足立さんが3着以下なら OK です。カナンがトップで足立が3着以下なら大丈夫、はい、で2着だった場合は初戦で 9.8 ポイントの差をつけないといけません、はい、足立と 9.8 ポイント差をつけなきゃダメ、まあ、カナンは足立と9800点差をつけなきゃダメということになっております、はいはい、あと知能さんがトップの場合ですけど、はい、そうですよね、知能さん、まあ、大体足立さんです。知能がトップの場合、うん、大体足立さんですが、足立さんがラストを引いて、はい、た場合はちょっと津田さんはチャンスが、そうですね、まあ、一応津田さんも3着でいける、3着は絶対無理か、3着では2着でいける可能性がちょっと出てくるんですよね。2着でもいけますよね。足立が3着で、足立が4着で津田さん2着は津田さんの勝ち、津田さんの勝ちですよね。カナンさん2着で足立さんラスはさっきと一緒で9800、そう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 、9800点差が必要、が必要、はい、まあ、基本的には3人のうちトップ取った人が通過になると思って、はい、そうだと思います。はい、はい、ご覧くだったか、はい、第1回の決勝の例もあるんで、まだこれなんねというんですが、一応第1回の決勝の場合っていうのは、うん、優勝の1人を決める戦いだったんで、そうですね、2人にまくらえなければいいんですよ、今回は。第1回の決勝の例、はい、第1回の決勝に何がありましたっけ。2連勝したして、まあ、ほぼ優勝を、あれ最高ですからね。そうですね、はい、ひたひただって言われてますよ。そうです、手挙げといてください。そう、ここから1位にならないことはあるかもしれないですけど、はい、3位になることってほぼ、まあ、2人にまくられないんですよ、この点数ポイントは。そうです、役満振っても、まあ、あだ振った人以外にまくられる可能性はそうそうないんですよ。なので、まあ、はい、大丈夫だと、ほぼほぼ大丈夫、はい、ほぼほぼ大丈夫、チョンボ2回しない限り、チョンボ2回しない限り、はい、はい、ということになっております。それでは、3回戦の、大丈夫ですか、準備大丈夫ですね、はい、はい、じゃあ3回戦の対局開始してください。お願いします。親が気になりますね、ラスト親が誰なのか、はい、よろしくお願いします。さあ、トップは津田が回しましたね。はい、ちいちゃは津田となっております。なんちゃにかなん、しゃーちゃにちの、あだちがぺーちゃでラスですね。下2人がどんな、はい、下2人がどんな、それこそ2人勝ち上がりの時はそこまでラスオヤ有利っていうわけないんで、勝ち上がりの時はそこまでラスオヤ、1人、まあ、優勝決める戦いとかだったら最後上がりに来るのって優勝決める人だけなんですけど、2人勝ち上がりだったら2人に上がりに来られるんで、うん、そこまでが、はい、そこまでじゃないと、そうですね、ラスオヤの有利さがあるかなっていう、はい、はい、しかもトップを取らないといけないんで、逆にラスオヤは不利の可能性もなくはないんで、ね、泣き虫にもあらず、はいはい、さあ3回戦始まっております。津田がチーチャですね、ドラはチーソーとなっております。またちょっとあれですね、知能、はい、のハイパイが良かったような気がします。知能、うん、します知能さんは完全に曲を流すだけの人。そうですよね、役割はほぼほぼダマ点になる可能性が高い。なるほど、明るいお姉さんだな、褒めてる？褒めてる。ありがとうございます。あのことかどうかわからんけど、私のことだと思っとく。さあ、ドアのチーソーは足立。お姉さんで良かったですね。ほんまですね。まあ42言ってんのにお姉さん言ってくる。42押すんですね。あと、まあこれだけ有利だと、はい、決勝に残る相手を選ぶとかそういうことをするかもしれないですよ。まあ、してもいいですよ、うん、まあ、しなさそうなんですけど、千代さんのタイプ的に やったとしても言わなそう。まあそうですよ、はい、言ってほしいけど言わなそう。
テレビ的に女優プロに頑張ってもらいたいかな。そう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 。あ、いいとこ引いた。僕の地位はありました。はい。そうですね。まあ、やっぱり勝ったら全然リーチしますよね。うん、に振っても大、押し返されてもまあ別にいいしっていう。はい。そんだけのね、はい、アドバンテージ。まあ別に受けリーチを好き好んじゃはしないでしょうが。両系なら、両系なら、リーチのみ全然 OK、はい。きっと悩みないんだろうね、ちょっと。そうなんです。あんまりないです。カンニャンマンができましたね。どうしますか。でも払うところはないですね。役割を目指したいということならそうそう三層っていうことも、そうそう、まあ、別にリーチ好き好んでしたくはないんで、役割できなかったら別にしてもいいけど、ね、っていう感じですかね。三層が横に伸びたら、まあ、今度はそこで今三番になりますね、はい、なんか趣深いですね。趣深い、趣深い、まあ、受けの 手順っていうことです、うん、リーチをしない手順、うん、さあ入ったが234に行きたい、単野にも行きたい、急走か他の配下数万6ブロック、ドラ勝ちそうですもん ね、 ね、観浪層が払いづらいですね、うん、スタッフさんはなんか縦に縦にが難しい、両面両面のいいシャンテン。ペイチャですか？ペイチャではないけど。ペイチャなんです。え、ペイチャじゃないです。チーチャーです。チーチャーなんで、もうここは入ったら。まあリーチですよね。リーチですよね。BP もまだ。もう黙ってる。BP もまだ山にあるし。管理班はちょっと別に好き好んでいかない、役がなくても。ただ岩さんも入ったらリーチするかもしれませんね。スーチン、チノさんは、あ、チノがですか、はい、はいはいはい、変速三面ちゃん、そうですね、煙突町ですね、お、そう、チノ、まあ別に現状でもツモのみっていう役もあるわけですから、リーチをしました、急走ですかこれ、急走、タイヤを三色ドライチ、まあ別にパスを入っても三色の電波、急親が仕掛けたらリーチとかあるのな、うん、まあないかな、親が、まあ、仕掛ける手はない、打てる手はないんですけど、あの武家リーチをするときに、はい、一番怖いのって親の追っかけなんですよ、はい、それがないっていうのは結構、まあ、ちょっと打ちやすくなるなっていう感じですか、ね、まあ、リーチしやすいですよ、さあチートに戻りますが、難しいですね、縦も見たいんで、そうですね、津田さんの勘したいですよね、勘、はい、したい、あー1枚パーピンが出ちゃった、そう、足立さんもちょっとまだ不安定な形ですね、そう、どあまりハイ選択、うん、3ピンだったかな、まあ3ピン以外でチートは無理ですからね、はい、さあこれで3を引いても役ができる、役ができる、2を引いた時だけリーチするかも、うんうん、でももうここまで終盤に来たらしないかもしれませんね、はい、詰まった、詰まった、さあ地のが積もりました、積もドラ1500銭の上がりとなりました、うん、こういうところね、なんか落ち着いた大人の上がりですね、津田のね、両面両面入る前にもうまあ、やっぱりひょっこりつももあるんで、先輩は取っておくっていうのが大事ですよね、うん、はい、今のは結構勉強になりました、なりました、うん、リーチ好きなんでやっぱりね、後継でリーチをしたいっていうのがやっぱり第一にあるんで、まあ、でもうちの今のポジションだからこそのしないっていうのはそうですね、まあそれプラスまあその普段のタイプ、まあそうですよ、普段のタイプっていうことが多いと思います、はい、もう逆にここまで突き抜けたらリーチでもいいやっていう考えもあるんで、早く終わらせたい、はい、まあタイプ的にリーチっていう人も全然、ていうか岩さんは払ってリーチ行くっていう人も全然ありなんですが、じゃあそのタイプ的にっていうことでさらにリーチをかけたくないっていうことでこういう手順になってるっていうことですよね、はい、ではトーン2曲に入りました、結局親が、はい、親がカナンですね、じゃないかな、はい、ドラはパッソーです、うん、これ結構みんないいんじゃないですか、はい、カナンドラドラ
何用です、はい、何用ドラドラ、カナンドラドラ、はい、何用かチートイか4トイツ、うん、本当だ、みんな役分からない形もいいでしょ、6チッパー津田がちょっとでも津田さん普通にいいですか、津田はちょっと遠いですが、本一になればそうですね、はい、これはリーチ、さらにラーメンラーメンかな、血のですか、略なしラーメンラーメンなんで今度は行ってもおかしくない、いやまあそれでもダマの可能性もなくはないんですが、ーリーチ行っても全然いいですよね、はい、ドラの滑走をかなに2枚、はい、アダチに1枚、そっと引きしまった、チーピンを先売りしてますね、ちょっと前かな、いや、足立ですね、おー、足立、足立もう完全にピンフで上がろう、678を目指そうっていう、678、まあ789、まあ6入ったんで今度は678ですね、はい、しかし9ピンが3枚飛んでいる、はい、先に完全に固定しますね、うん、なんか本当に3人打ちっぽい、3人打ちの打ってる人だなっていう手順です、うん、そうですね、3人打ちなんかもう連面はもう引くもんとして考える的だなというか、なんか安牌残し、さっき引き残して安牌残しも結構あるんで、へ、はい、まあ足立さんのイメージ通りですけど、割とさあ、津田さんがなんか本位からどんどん遠ざかっていく、ね、そうですよね、何も番号じゃない、手野さんが全員を殴ってる配信マジ安心です。まあ今のところそんな。さあ単用にしますか。まあ一品いきましたね。そう。篠さんも順目は深くなればなりなるだけ。お、ええの行きました。おっと。お問いの引きましたリーチですよ。高めのローピン。薄いローキュビーで。どうですか高めローマン。高めローマンは1、2、3、4。あと3、2枚か。4、5、6。うん、残り2枚で、ですね、まあローマンが2枚いますね。あ、ローマンがローマン1枚。あと1枚ですよね。1枚1枚ですね。1枚1枚。こうチートになったので、ない。森島さんおりますか。別に子供が上がってくれて曲流してくれればいいですね。はい、高め積もればがね、まあ。あれワンカラーですね。うん、カラーですね。置いた。自分は、まあ、2人で親を流しに行こうっていう。サブローソーのリーチで追いかけましたちの、はい。別に子供に振っても全然痛くないんで。うん、サブローソーは1、2、3、4、5。5枚。いや残り3枚ですね。3枚ですね。うん、さあ。しかしこれうっかり。ロマン。今親はカナンなので、はい、親かぶりすると1。ね、そうですね、しかもターゲットは足立さんなんで、そうですよね、直のね、はい、これこうなるとちょっと自分の上がりがもう辛いかな、はい、しかも親が…言いそういった、おった、まあ、どうせ上がるのは千野さん上がってくるっていう感じですけどね、カナン、まあ、カナンさんにとって、松尾さんにとってもそうなんですけど、うんうんうん、ターゲットは足立さん、はい、とりあえず言いそうですか、先ほど椅子は取ったんですが、はい、とりあえず椅子、はい、ローマン津田さんも辛い考えてますね、うん、現物乱走、まあ、やむを得ないんですけどね、俺のローマンあげる、お前応援してます、うん、みんなまだローマン残ってる、さあ今かさあだサブローソンまだ2枚のままですよね、そうですね、うーん、打つのがないですか、そうこのまま手詰まってるのか、そうですね、ピンが後筋か、チーピン後筋というか後筋ですね、そうですね、さあ、違う、そう深いなぁ、深いって言ってもあと2枚ずつなんです、はい、あるのか、残り20、知能さん、そこに1枚、はい、打てる牌はあるか、はい、嘘うん、
まあイシャンテンなんてテンパってないんで、もうそうそう嘘抜かざるを得ないか。ハンズ高すぎますよね。そうとはいえ、まあ急走押すか嘘抜かどっかどっちかなんで、パスを投げました。残り1巡なんでさすがにもう無理ですね。惜しい。はい、そう千野さんの方程だ、会計か法廷か、はい、それだけですね。そうですね。さあ、どうなる。さあ、なんか、ね、はい、国流局となりました、はい、リーチをかけた千野と足立の2人転敗となります。ある意味、千野さんの一人勝ちです、ね、曲が流れるという流れてね、そうですよね。さあ、今のね、勝負手やったんですけど、足立マジかマジか。さあ、カナの親番が流れました。千野の親番となります。トーン3曲に入りました。千野さん、親番どうするんですかね。なんか別に普通に上がりに行くのか、別にハイパイから降りるのか、さらに殴っちゃう、全員を殴ってる、まあ、別に手次第ですけど、ある程度机に行って誰か来たらすぐやめる、はい、っていう感じになるかな、はい、手進めながらも安牌残しながらもっていうのが、はい、バランスがね、逆にこういう風にドラ1枚浮いてるっていう状況はもう降りやすいですよね、はい、すぐに諦めつく消えるような手順にしておく、バランス型の知能の見せ所ですね。千野さんの地の池野さんになってます。池野さん、池野さん誰ですか。メダカさんの事実上のね、優勝となっております。メダカさんは能が違いますよね、確かに。そうか、能が違うか。さあ、ドラは何なんですが、はい、千野に1枚と、カナに1枚、はい、うん、まあ持ってる人が辛いドラですけど、そうですよね、使いづらい。まあ、カナさん重なったらちゃんとドラドラで仕掛けやすくなる。ただ、すすそう、うん、先にスーピン行ってますからね、ちゃんたんに行きたいという宣言ですよね。ピン、三ピン、イソあたりが欲しいですが、うん、うん、パッとしませんね、これ全員がしませんかね。ピンさん、嬉しい。ローマン切っちゃう、ね、いいピン、ピン、ローマン残しは一通も考えてると、うん、まあ本一に見せかけてるとかもあるかもしれないですけどね。そうですね。そう、頭ができたが、シャーチャですか。シャーチャなんですよ ね、はい、津田がシャーチャです。まあそういう点上がっても悪くない局面なんで、はいはい、リーチボーね、2本もありますしね、はい、うん、一通になりそうです。でもうシャーはポンしていきそうですね、はい、シャーあと1枚ありますが、さあどうする。スーピン切った、うん、単用にはいかない、うん、結構難しいですけどね。さあ、1枚切れてるのは単用っていう手もあるんですが、はい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 、切りましたね。完了間の間って決まりましたが、どこ切りますか。はい、君さんは見ない、うん、普通に進めましたね。はい、さあこれでまた単用の可能性がですよね。ドイツですが、チートイというよりは、なんかドラなんでちょっと、そうですね、なんか来た時のために、来た時のためにチートイツに行っておくっていうのも面白いですね、はい、そう、足立さんは6なら8で仕掛けるということはあるかどうか、うーん、2本リーチボーが残ってるんでありですけどね。なるほど、一応いいシャンテンですね。スーワン、ローワン、チーワンのいいシャンテン。 おはい、シャンテン、はい、そう泣くのかな。ですね、足立は親じゃない、千野が親か、はい、まあ先手上がっても嬉しいんで、んこの局面足立さんを、まあ誰もがですけど、そうポンしますよ、はい、シャーバックポンです。イシャンテン、シャーバックのイシャンテン、はい、さあそのシャーはまだ1枚山にありますね。千野さんは普通に頑張ってますね。そうですね、イシャンテン、はい、まあドラをまあこうなると切る気はないでしょうね。うーん、はい、おっとおっと、連敗だが、しますどうしましょう。リーチ打つか、スーワンかローワンを打って闇点か、天敗崩しか。お、いった、ほう、強引な何を切らないならば、はい、ということですか。っていうことですかね。切らないならば、点戻し、まあ一応イシャンテンはイシャンテンなんですけど、イシャンテン戻して、
イシャンテン戻したら、まあ、ヤシャンテンみたいなもんですよ、うん、3ピンを切るということは、うん、ほう、うん、まあ、重なったところでですけど、2ピンは、うん、もういっそのこと言ってしまいの精神ですね、うんうんうん、つまぎり、この時点で何が見えてないってやっぱり怖すぎるんですよね、うん、そう考えるとし津田さんも谷尾っぽくない仕掛けなんで、はい、なんかトイトイとかで難を切りたくないっていう、はいはいはい、そういう意味合いもあるんでしょうね、津田の仕掛けか浅田区なのかサクサク、はい、うん、正反に結構純ちゃんぱいが多いんで、うん、谷尾にはちょっと見えづらい、でなんか持ってるなと、はい、トイトイなりファンパイなり、まあ難があってもおかしくない、はい、実際はまあ、なんはなし。シャバック。シャアがね、やらか、まだ2枚残1枚だけ、はい。いける？1枚切れてますね。はい。あ、そっかそっか、1枚か。そう、和田さんが両面ができましたが、どうする？1枚切れてる。どこに？和田さんが30枚切ってます。あ、はい、チーソーローソー。なんじゃなくて、なん、安全に行きましたね、和田さん。まあ、10名も10名なんで、はい、まあ、シャアが分かった、ウーパピンの、はい、ウーパピンの天杯が入りましたが、まあ、一番嬉しい、ね、これ、うん、リーパー、あ、チーパーマンチーで、とりあえずイーシャンテンにとっておくは何が切りたくない、はい、はい、ローワンとマンのくっつきですね、まだ2枚ありますもんね、な、そうです ね、 ね、そういえば、うん、はい、アドツさんは、まあ、受けて順、はい、津田がシャーチャでウーパーピーのスタンプ入れてますが、無事ですね、カナンの方で、はい、1000点、はい、1000点か、1000点か、1300、リーチボ2本あったので、うん、これでかいですね、1300の収入となります。松田さんも何点だろうとトップであればいいんで、はい、はい、うん、さあ、トンラスですかね、トン4局になりました、はい、親番は足立に回ってきました、はい、まだまだ平たい、そうですね、知能がちょっと抜けてるの で、 そうです、ね、はい、3人の2着取りという現状な感じなんですが、はい、まあ、知能さんは社会金トップは絶対狙わないんで、はい、他の人からにとっては全然まくりやすいですね、はい、さあ、ドラはローピンです、はい、お、良さそうだね、足立に1枚、はい、いいですね、いいですね、2面続けてます、須田さん、須田が、うーん、ちょっと苦しい、カナンさんもそんなにはみんな今回ちょっと重たいですね、はい、ということは血の明るいのか、あ、まずまず、まあまあ、悪くない、はい、おいしゃんけん、4、5、まあ、足立さんは何でもリーチしたいでいいんじゃないですか、親ですしね、しドラ1あるし、はい、はい、順目だったら、はい、早々リーチに押しづらいんで、そう、入るかね、ドラ、うん、とりあえずリアンピンに行って何かくっついたら関数層、そうですね、これ関数層残った時にどうするかですね、そうですね、ちょっと関数層を外したくなる範囲ですよね、うん、親なんでリーチでも全然ありですけど、うん、そう、まあ、お、先切りする千野さんの受け手順、うん、ああ苦しいですね、あ、足立ですか、須田さんはなんかやっぱり白髪重ねたイメージですか、うん、いいピンか普通にパンパイ切るかパーピンドラドラ瞬発切るかな、こっちピンか、実際泣かれないんですが、チューンから行きましたね、はい、あ、泣かれた、あ、そうか、須田はチューン持ったのか、はい、結構バラバラからいきましたね、そうですね、強引に、はい、先に初を切っとく、牽制ですか、うーん、か、まあ足立に連チャンされると相当辛いんで、そうですね、足立がプレッシャーっていう、うん、まあ、ラメンも投げましたよ、そうですね、プレッシャーというより足立に絶対上がらせたくないから上がらせる自分が頑張るぞっていう仕掛けですよね、なるほど、ターゲットは足立なんで、うんうんうん、
カラモン E3 点です、はい、ドローをつかけるためにチェーピンさっき切りました。もう入らない。まあ、お3点、E3 点うまく今のところはうまくいってますね。おリーチがカノンのリーチですね。こういう時にただ寒い、うん、パーピンが1,2,3,4 残り4枚ですね。4枚津田さんは降りる牌あります。降りるとりあえず初を打つんでしょうね、はい、初は3層1枚だけ初ですか。一応やんめんやんめん、はい、しばらく行かざるを得ないですかね、はい、やんめんやんめんになったんでまあ一回もできましたね。はい、その3は優雅に降り、あちは優雅に優雅に降り、子供のリーチはもう大歓迎ですからね。そうか、あちはドラをね切りづらいですね、はい、この世代はまあテンパターン早く食っていくでしょうが、津田ですか、いやあの足立ですね、親の足立が親ですもんね。さあ1ピン、あパーピンを掴んだ。おっと安田さん回りましたね。回りましたね。さあどうする、数ピン3層が現物2枚あるから降りるかまっすぐ行って2ピンですよ、パーピンどっちかか2枚あるんで降りる、うん、積もるそうですね、かなりましたね。リーズもドラ乗らない、乗らず戦ドラ1ですね、はい、はい、1,2,000さあ混沌として何です、うんうん、ほぼ全員並べですね。そうですね、混沌としてますね。ビサですが、どっちがラスね。ビサですが、そうですね、2着が、うん、アダさん悲しそう、アダさんじゃあカナンカナンちゃん悲しそうですね、なんかカナンさん、すごいトップの時でも悲しそうな顔してる安定感、ある意味安定感。カナンさんトップの時ありましたか。いやいや、これ今回じゃなくて、もう常にすごい、すっごいトップの時でもさあ、乱入いたしました。津田プロに親番が回ってきました。ドラはシャアですね。現状ラスですけど、アダさん勝ち抜けですね。ほうちなみにトップの場合はね、はい、そういうパターンがあります、ね、そういうパターンがまあまあ稀にありますけど、津田が2着、津田が今3着なんで2着にまくっても素点が、ちなみにトップの場合は基本的には私の通過です。そっか、ラスでも通過できるパターンが稀にある。うちのが足立さんが、はい、まあ自分がラスですが千野さんがトップなら、はい、他の人は、はい、通過できるパターンが稀にありますね、うん、まあ津田さんに2着回られるとその時点でアウトなんで全然安心はできないんですけど。なるほど。現状は1,572関係ない。そう、津田さんがイーシャンテン6チッパーのイーシャンテンですね。ドラシャーですよね。ドラはシャアですね。ドラドラ、はい、うとりあえず引いて泣きそうですよ、ね、シャーチャでドラドラ、はい、おっと、もうパーピンか、まさかに3しかいらないですね。どうしますか、欲張りますか。いやー、チュンあんこですからね。いや、なんでパーマン良さそうですけどね。リーズもチュンで十分でしょう。数万が飛んでるわけでもないですよね、はい、そうですね普通に行きましたね。いやでもこれどうすか、なんか、はい、結構悩んでパーマ打ったから単純なスチワンはないやろみたいな、はい、いや多分そういうのはそこまで考えないんじゃないですか。僕は結構ね考えます、まあ、結構というか、まあ、何もない時はね。あ、そうなんですね、うん、へえ、なんかそういう発想僕あんまりしないんで新鮮ですね。そう、まあもうまあ、リャグピン数値マン入った時だけどうしようかなっていう感じ、はい、まあ多分リーチだと思うんですけど、チュンのいい判を欲張りたいっていう気持ちもまああるんで、ありますよね。難しいですよね。難しいんだ、そっか。お、どうしましょう、まあ、そうですね、この缶のいい缶の、はい、不跳ねも大きいし、チュンのあんこは確定するし、シンドラがリャンピンです。つもぎった方が広いんですが、うん、カンするメリットが結構大きいんで、打点メリットが大きいんでカンですよね。あんこった、
ニコッタ。ニコッタも。そして先輩。イシャンティ。イシャンティ。サンウーピンと、はい、なんちゃら。で、パスは上限なんで残しやすい。欲張りやすいですよね。まあ、スピノピン重なるときのために。縦縦に行きますね。縦ですね。このチートイも見れる。ヤンカンにしますか。親限なんですよね、パスオは。なんで先に、そうですね。はい、すげえ。親限を残しておく。うんうんうん、パーマンだらけ。カマンちゃんは一応チートのイーシャンテンなんで、はい、そこに言うてる範囲はも1枚持っときたいですね。しっかりテンパって、はい、取りたいにもしたいですが、三蔵うん、効かないですね。ですね。なんか微妙な範囲ばっかり、カマンさんも、うん、あーテンパイですね。チノがこっそりテンパイ入れました。ただウーパンは切られまくってますが、はい、お、これはあ、これ危ないぞ。ウーワンが出るか。危ないぞ。どっち切るんだろう。とりあえずどっちかですよね。そうですね、まあローマン寄りだと思うんですが、全然ウーワンでもおかしくない。これはウーワンですと、チノの当たり牌シャードラさんに当たります。当たってますね。あらまあですよ、本当に。ウーワンは補充となります。シャードラさん厳しい先点。これはどうなります。これ千野さんが展開トップをになりそうな展開なんで、そうですよね。足立さんは嬉しい。千野さんがラストだったらほぼね、はい、自分が足立さんはめちゃくちゃ嬉しい、ね、めちゃくちゃ嬉しい、はい、現状通千野を感謝なければ千万レイジが打ててましたかね。打てたんですが、感したいですよね。あれしたいですよ ね、 そうですね。全然点数違うんで、千野を感するとなりまして、はい、2局となりました。親番はカナに回ってきました、はい、ドラはパスそうです。あら楽しそうな手ハイパイ、うん、ここもいいですよ、はい、ただまだね下の3人は、はい、ここ第3回戦だけではフラットな状態なんですが、はい、うん、津田さんだけなんかしょんぼりですね。そうですね、 ですね。津田さんは、はい、まあ、とりあえず2着にならないといけない。はい、カナンさんをまくれば確定なんで、まあ、マンガンツも一発ではあります。はいはいはい、ね、マンツも一発で2着に浮上して、はい、まあ、で、まあ、だって3ガラスなんで、はい、一応勝ち上がり条件もできます。ここでまだまだ全然諦めよ、うん、点差ではありません。お、ヤクヤクヤク、おっと、ヤクヤクヤク本一になりそう。さあ抜ける。しかし千野さんも早い。そう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 。いた。はい。まあ漫画確定ですからね、これで。はい、さあこれで。まあカナさんは千野さんさえまくってしまえばの条件なんで。はい。さあ津田のチューンが。何も？何はもうポンしてた。何は今ポンしたので。はい、ああいいシャンテン。先にチューン打っておきますか。あ、それでサブローソンもちょっとね。切り返されるんで。ここで一番打っていくとマンズ本日にちょっと見えづらいんで、はい、なるほど。細かいですがいいですね今の、はい、そうですね、うん、さあしかもチュンも泣きそうなんですよね。そうですね、津田に一枚チュンがあるんですが、まだフッツもね見えてないですもんね、2枚以外は。そう、うん、そうそう出ますか。ここでチーマンか、はい、ダンチーマン。あ、まあまあこれ当たり牌になっちゃう。さあカナン展開が入りました。チューン初で当たり牌になっちゃう。これ止まらないっすよ。どっちかでも1万2000止まらないですよね。数万打ってますもんね、チョンさんもね。いやまだそんな展開かどうかわからないけど、うん、まだ点数もわからないし、チューンぐらいですよね。だかまだかまだだけど、バッターボックス。さあ9万にスライドしたらまたちゃんとつかない。何小さつけたところでなんで、これ小さくっていう可能性もありますけどね。でも薬杯は打たないかもしれないですね。1万2000ならない、ね、1万8000ならない、ならないの、ならないです。薬薬本位数ちゃんと、あ、ならないのか。初はなななななな、初はさあ足立さんがもうカナンさんにとっては究極の出番です。そうですよね。
悲しそう、悲しそうやな。1万2000点の私補助となってしまいました。まあ、まだ打ちますよね、初ぐらい。さあ、これでカナンさんが一気に有利になった。はい、今の津田じゃなかったってことは、え、津田助かりましたね。助かりましたが、カナンさんまくらないといけないんで、うん、辛いことには変わらない。まだまだまく、あ、余裕でまく、2人は、はい、そっかそっか。カナンさん、カナンは62点、まあ、足立さんとトップラスなんで余裕でまくってます、うん、で、おそらく足立さんが、うん、まあ、足立さんは2着に上がらなかったらもうこのままでいいんで、カナンさんはもうこのまま終わればいい、このまま終わればいい。最悪千代さんにまくられても大丈夫、今のポイント点差ならね。トップで足立が3着以下だったらいいんですよね。無条件です。はい、で、その無条件のところに今なりました。今ちょうどなってますね。なるほど。さあ、引き続きカナンの親番となっております。ドラが9番、じゃあ何をポンして、私が何をポンしましたね。本日またはトイトイ、先生、何の実で上がりたくないですか。何の実、何ドラ1で上がりたくないんで、はいはいはい、トイトイに攻めて向かいたい。アダチはこれはとりあえず2着にならないと、最低でも2着以上にならないと思います、ね。うん、まあ千代さんはトップなら別ですけど、イワンポンして、うん、しかし、急なあたりを突撃したいですが、多分こっから千代さんがカナダさんまくるっていうことはそんなに想定しない方がいいんで、カナダさんいいっすよこれ、いい数値は E1 で3色、うん、まあ二の矢ができそう。今チームありですけどね、現状でもいいんで、今チーム、まあ、もったいないはもったいないんですけど、もうすでに有利な局面になったし、さらに足立さんが仕掛けてるので、かわしの意味で今チームは津田からで、まあ今はいらないですよね。今はいらないか。はい。まあテンパった時にダマテンにするかどうかも難しいですよ。絶対に高め3色のテンパイが入るんで、まあ今入ったら確定3色。数字満でも高め3色。とりあえず数層ですか。どうしますかね。どうしますかね。数層を引いてウーワンローワン縦引いた時に移動系解消される。数層でいく。まあ、数層が一番バランスは良さそうですが、下茶の足立ケアじゃない、あ、ちょっと面か、いや、対面なんで、まあ今はどっちにしろ一緒っぽいですね。そもしそもそも悩んでますね。悩んでますね。ほう、その飛んでた、あ、イワンがポンされてるんですか。そうなんです。あ、そっか、なるほど。1枚あるんですけど、なかったですか。まあ今ポン、うん、まあリアルを追求、乱射点もですよね。まあイワンポンとはいえ、まあそんなに無理したくないっていうのもあるんでしょうか。さあ、現在何2局カナンの親番となっております。津田さんもとりあえず2着ですね。そうですね、現状知能が2着、あ、いや、あの津田さんも2着、あ、津田がにならないと、少なくともカナンをまくらないとダメなんで、うん、カナンをまくカナンをまくることは絶対条件なんです。津田さんは、まあ、ある程度の打点はいるので、まあ、カナンをまくってしまった時点で勝ちです。まあ、2着だろうと、まあ、トップだろうと。2着でもダメなんですか。カナンと津田はダメなのか。カナンさんと津田さんはもう上の方が勝ち、開始前に津田さんが上なんで、はい、で、足立さんは完全ピンテンパイ、完全テンパイにしそうでしない、積もればテンパイ、積もればする、とりあえず2000点上がってからっていうことですね。マンツモマンツモぐらいにしてみたいですね。さあ、津田さんもこれで、うーん、今切ります。一応4、5、6を見たい、しまきますか。大会、切る、もうタイヤピンフレリーチっていうことですね。はいはいはい、さあ、ヘッドができて、はい、リーソーは通りそうですか。勝敗でもないですよね、リーソー通りそうですね。一応1枚出てますね、はい、津田が1枚、もうカナンさんは打てないんで、足立さんに打ちたくないんで、そうですね、うん、せっかくの1枚ですね、はい、まあ2000点なんですが、2000点には多分そう見えてないでしょう、ね、多分相当恐怖感はあるでしょう、はいはいはい、ポンポンですし、そうですよね。そう、
やめになる、やめになりましたね。サブローピンに変わりましたが、津田さんが危ない。サブローピン、そう、サブローピンってどんだけいるんですか。サブローピンの3枚しか見えてなくないですか。あとまだ5枚、5枚5枚ちょっと上がりそうだけどもですね、うん、上がってもね、ちょっと難しいですね。なんか高い手にしたかったけど安くなっちゃったっていう感じですからね。まあそれ上がらないよりは全然上がった方がいいんで、はい、少しでも点差、ドラ、ここでドラを引いて、まあこれはもう一個、おっと来ましたね。おー、一枚切れですけど行きましたね、はい、多分ね、足立さんのパーマンの出が結構遅いんで、はい、逆に統一以上だったら固定してるだろうっていうことじゃないですか。まあ、短期で当たるかもしれないですけど、まあまあそうですね、待ってないだろうと。まあ単純に自分がテンパイ取りにしたってことですね。さあ、これ3ピンで入れますか。そう、3ピンでリーチ、3ピン切れば高めです。そうですよね、はい、そうですかね、はい、あ、そうか、2000点、うん、2000点さあ、津田、んこれ津田さんが一番辛いな。1000、あ、1本積みですね。2000は2300の上がりとなりました。さあ残り2局、はい、そしてさらに千野さんの連チャンはほぼ考えない方がいい、はい、そうですよね。さあ千野の A 番となりましたが、千野は現在180点ぐらい持ってるトップなので、おそらく流してくると。まあ別に手次第ですけど、手次第、いやまあハイパー寄りが全然ありえますけどね。多分ハイパー寄りするかな。あ、チュンからいった。とりあえず形は作っておくという感じですか、はい、まあ何選択してもいいですかね、正直。別に上がれる手全然上がってもいいんで、はい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 、はい、今回は条件確認楽だねって。楽ですね、うん、レイジさんのパーマンくれて、はい、だいぶ楽ですねこれか、マーチョー京橋店のマークじゃない、これそうなんですか。急に宣伝入れごめん宣伝が千野さんが上がれば勝ち、カノンさんが上がれば、千田さんはカノンさんをまくるだけっていう、なんか、うん、ポイント計算、カノンさんをまくるだけ、ポイント計算が、はい、必要ないんですよ、これ人間の、そうなんですよ、この半チャン内だけの勝負になる。アナウンさんは上がるだけ、上がり続けるしかないっていう。アナウンさんはそうですね、残念ながら渡辺さんの勉強にはなりません、すみません残念、ありがとうございます。渡辺さんに勉強してもらいたかったのに、ほんまやね、私を追い詰めたかったですよね、はい、追い詰めたかったですね、ね、はい、カノンとパッソを切りますね。カナは親番流れましたが、現在トップなので、カナさんももう本当にリーチかけたくないんですよ、うん、このままこのままです、さっと流したいんで役割に持っていくっていう感じですよね、まあ、イペコあるんで逆に役割に持っていくためにサッパーソン残してもよかったですけど、まあ3話にくっつけてペンフの方がいいと。カナは2着でもいいんですよね、アダチがラスなら、はい、まあ、これだけ点差が離れてればね、2着、もし足立が3着になって点差縮まっちゃったら、そう、ね、そうですね、ちょっと2着ではまずいんですね、千野さんに差し込めできなくなるですよね、うん、はい、いや多分足立は羽つも条件ぐらいは残りそうな感じですかね、はい、そうですね、まあ親ですからね、最後、親で、最後ラスト親で、はい、全然、うん、うん、さあドラの白を津田と血のが1枚ずつ、逆にここで足立さんが上がって3着になっておくと、カナンさんがオーラス血のさんに差し込めなくなるっていう、苦しくなるってことですね、っていうのは、はい、血のさんに上がられると落ちちゃうんですよ、カナンさんが、カナンがですね、はい、でそこで足立との点差が縮まっちゃうと、はい、なんでそういうおこぼれ通貨があるんで、足立さんがここで津田さんをまくっておくっていうことが大事なんですよ、津田を、はい、はい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 、まくっておくとおこぼれ通貨があり得るんですよ、はい、千野さんが降り出しました、はい、はい、まあまあ千野さん降りるでしょう、はい、2ペーコーですかこれ、パッソー、ウーマンオスパリ、はい、パッソーが連物なんですね、2人の、はい、そう考えるとさっき足立さん、津田さんから上がれたの大きかったかもしれないです、直で、はい、
大役なし先輩が入りました。どうする、行く、行った、不安並べてるんで、あんまり遠いですね。坂上森市が入りましたまあ親の反撃がありえないですからね、そういう意味ではリーチしやすいですよね。もう私に行かせてと、残り3枚です、もう通過させてっていう感じのリーチですよね、はいはい、ただ津田さんと足立さんはチャンス、津田さんは押せる手なんで、これ、うん、現像数層は両方とも危ない、まあでも行けるんじゃないですか。スピンの仕事も危ない、3は数分切りやすいが、それでも行くよね、行きましたね。数チームは山に2枚ですかね。これ数チームのものか、あんまり数チームに見えない。そうなんですよお、いいシャンテン2回やん面、あっちもちいいと思う、シャンテン続けて、ただ切る牌がローマの中筋、はい、テンパったら危ない、ハンズに見えないけど、そうですね、まあ、アドスさんドラタンキーになってチームは打っちゃいますよね、まあ、3ピング入った時だけですけど、はい、あ、まあ、しばらく行く、津田さんはまあリャンワン知事しそうですよね、津田はリャンワン、しかもバックで現物バックで、まあもしやむを得ないですよねうんうん、うん、あ、現在トップのカナンからのリーチを受けて知能は降りていますが、ダチははいはい、アンコは、もうギブか、ギブアップにしても何がある、三層、三層か、ゲームリーチ範囲の筋です、まあ怖いですけど、ね、全然怖いんですが、結構行っちゃった、まあ数字間に見えないんですよこれ、ね、ワンチャンスでしかも、さあリーチピー、リーチピー、インクじゃないんだ、リーチ、ブワイチ、2600、ブワイチ2600、はい2600流れ、これは大きいですね、そうですよね、しかも、カノンさんは現状、アドスさんから進めなので、チノンさんに振りたい放題、うん、ん、カノンはチノンさんに差し込みはできます、差し込みできますね、あ、チノンに、はい、し、まあチノンさんは当然、カノンさんに差し込みは当然できる、ツアさんはカノンさんをまくるしかない、今何点差ですか、オラスですね、今25,800点差、いろいろ確認しますので、少々お待ちください、ちょっと確認します、ファニマン直撃、トリプルツモ条件、足立が、足立さんが上なんで、津田が、津田の条件が倍直トリプルツモですか、ほう、はい、津田さんは2着になれば OK になるんですね、そうですね、まあカナンさんまくれば OK ですね、トップじゃなくてもカナンさんをまくれば OK、 カナンからの倍直と、はい、倍直は2着に上がるので、カナンへの倍直とトリプルツモが津田の条件、はい、約万、まあ、でも足立さんにちょっと連打してもらってもいいですよってことですね、まあそうですね、まあ他の人に上がられるようになるのか、100万はどっからでもいいのか、100万はどっからでもいいですね、どっからでもトップですね、まあ、分かりやすい、足立が、足立は上なのか、足立はラスオーエなので、はい、カナンをまくるまで上がり続けると、はいはい、カナンさんはバイマンすらも差し込める、バイマンすら、はい、バイマンすらも差し込める。バイマン差し込めるんですか、バイマン差し込めそうですね。まあ、足立さんは別にカナンさんまくるまでは連チャンしなくていいんです。あ、そうか、そうか、そうか。一応2着に上がってしまえばいいですよ。足立さんの条件は。トップ2着だと9800点差以内にしておけばいいんで、うん、まあ、足立さんは、まあ、千野さんをまくってしまえば、まあ、親ですが、続きますが、とりあえずは条件クリアします。条件クリア。私は、あ、そっかそっか、知能をまくればいいのか、はい、ですね。つまり現状6000オール。私は知能を、6000オール条件。6000オール、今パッと積もると、積もると知能をまくれるんですよね。はい、3を、まあギリギリですけど、200点まくるんで。1000オールでまくると。そうなると、はい、一応現状通過ポジションにはなります。ただ、親なんでもう1曲ありますよと。なんで、まあ、足立さんは十分、まだまだ現実的な条件ではあります。でも伏せれない。とりあえずまくるだけですもんね。そうですね。まくって次の曲。次の曲で。ただ知能さんに上がられても、カナダさんに上がられても。でもダメなのか。難しいです。うん。知能さんが早めにリーチして、カナダさんが差し込みに行く。はい。まあ、知能さん多分リーチしないですからね。そうですね。はい。まあ逆ですね。あ、逆か。カナダさんがリーチして、知能さんに差し込んでもらうが。
ただ千代さん選べるんですよ、別にわざわざ突き込んで差し込む必要もないんで、他の人邪魔したくないから私はおりますよっていう態度も全然取れるんで、そこはもちのさんがどっちを選択するか。なんで差し込み期待のリーチは怖いと思います。ちのか、いや、かなんさん、ちのさんは何でもいいんですけど、かなんさんがちのさん差し込んでくれるでしょリーチっていうのはちょっと怖いですよ。ちのさん、いや別に僕さ何でもいいんで、誰が通過してもいいんで、あとは皆さん3人で頑張ってくださいって僕はそんな、そう、なるほどな、そのスタンスかもしれないってことね、スタンスの可能性があるんで、ちょっと差し込みリーチは怖いですよ。はい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 、はい、もう始まりそうですか、はい、さあ確認できたようですね。はい、ではオラス始まりました。まあ別に諏訪さんも絶対可能性がゼロじゃないんで、うん、まあとりあえず足立の灰場で期待しましょう、はい、そうですね。だからチーソー、うん、あら、いきなりそんなにですよ。ただドラ受けがあるか、そうですね。お一流の第3ブロック、悪くない、悪くない6000オールありそう。リズム単位オピンフリーペイクどうだろう。さあ津田の条件はカナンのカナンへの倍満直かトリプルツモかどこからでも役満、はい、足立は知能膜6000オールでまくれます。そこからのさらに、どうするか、何事も起きるに流局、はい、まあ、大体何事が起きるのに200点差ですからね、6000を積もっても、そうですね、積もって200点差で、はい、そこから多分もう人欲しいですよね、もう人上がり欲しいんで、はい、ただ全然、まあ、さらにこの手配ですからね、うん、十分現実的です。チノドカナンはもうこれが流局さえすれば、行きました。こうなるとまります。何本ドラドラ、まあ、うん、とりあえずポン、とりあえずポンの人行きたいですね、たいですね、うん、ドラドラなんで、そこでね、まあ微妙か、あ、多分泣くんですけど、はい、絶対泣くということではなさそうなんで、うん、いや、まあ見送っても悪くはないと思いますよ。一発で6000オール決める方が可能性は高いか かもしれないので、はい、この手が来たなら6000オールできそうなんで、でそうですよね、決めれるときに決めといた方がいいっていう考えもあるんで、難しいところだと思います。そう、一品残しました。さあ、そのな、若菜に1枚、はい、まあ別に全然出てもおかしくないよ、若菜も終わらせたいですよね。なんで、まあ逆に重ねに行きたいなんなんですけどね。あ、そうかそうか、しの、はい、さんは手ができれば落ちますね。はい、しのの手が、はい、まあ着々と軽いですね、軽いんで、単用で、はい、で、かなさんはしかも泣かしたい放題、しの、はい、まあ、千代さんも別になんか協力してくれるとも限らないんで、バラバラから行くっていうわけにもいかないですけど、はい、そこでなんか確実に泣かしてくれそうな雰囲気があるとかだったら全然行きやすいですけど、さて、あらまあ、王冠対応確定に、まあ、9ピン切ってるというのもありますけどね、何でも泣きますよね、いいシャンピン。泣きますよね。カノンさん、重ねに行ってる分、なんか出ない。あら、良くなってる、あ、良くなっちゃった進まない、進まない、ポンも早く行っちゃっていいんですけどね。スーソー、そうか、ドラが小さだし、そうだ、受けが被ってるんでね、はい、そう、早く小さにくっつけたい、そうですね、はい、もう、とも切りましょう、うん、津田さんは何狙いかな、津田が、津田はこうかな、津田は、津田は、まあ、失敗しました、関数番です、はい、関数番って言えば1、津田がちょっと危ない、危ない人が、あら、山には1枚だけですね、山には1枚じゃないわ、山ゼロですね、山ゼロなんですが、足立さんが、あ、変わるかな、変わらない、変わらない、危ない、血の手から、あー危ないよー、はい、次欲しいとなりました、血の主さん、1300、まあまあ、そのあげますよね、うーん、目いっぱいありますね、はい、1300の上がりとなりました、強かった、3連勝ではないか、現役道も完勝ですね、すごいですね、はい、では血のと血のカナンの、カナンの2人の決勝進出ということになりました、はい、はい、お疲れ様でーす、強い血の、まちおさん、本当に良かった、なんだ、本当になんか前に出るとき全部上がってません、うん、そうですよね、前に出るときしっかり上がって、はい、補充しました、
てないかな。操縦した記憶があんまりないな。ないですよね。そもそも勝負する局面になってないというか、まあ何回かはしてたんですけど、その行かなきゃいけないとになってない時がないですよね。まあ序盤にポイントを持ってたんで、そうですよね。よりそうなりそうです。はい。ってことは各団体1人ずつ揃った。おお、本当ですね。うん。あ、そうなんですか。A ブロックからの決勝、はい、A ブロックから、はい、最高位戦と天鵬の友添さん、優勢さん。最高位戦の友添さんと、すごいですね、優勢さん。本当に一人一人残ったんですかね。そうね、女流も一人いるし、うん、すごい。まあ協会枠っていうのはいないだけで、まあまあでも、カナダさん関西女流かっこ協会枠、協会みたいな。そうですよね。2つを背負って、そうですね。ねえ、行くと、はい、協会からは、カナダさん。うん。うん。はい、はい、それでは、対局を終えた選手の方々解説席の方に移動されたようなので、お一人ずつ、選手インタビューに入りたいと思います。まずは第、4位は津田プロ、はい、はい、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。声をかけてあげるよ。あ、いやー、ひどかった。1回戦がね、だいぶ下手くそだったので、はい、まあ2回戦、3回戦でもチャンスありましたね。あの親番でね、チュン安冠したり、あれウーロー、マンズウーローパーで、はい、それ打点重視でウーマン切ってたらパーマン重なって両ピン積もってるんで、チャンスはあったんですよ。あっこだけ、あっこがまあ、はい、難しいんですけどね、はい、パーマン切っちゃいそうですけどね、やっぱり。あ、そうなんですよね。もう リーチチュンでいいと思ったので、あ、そうですよね。ただリャンウーピンでリーチかけること考えたらね、ウーマンよりパーマンより重、ウーマンよりパーマンの方が重なりやすいし、まあ、パーマン短期でもいいっていうことですね。で、まあ、ウーマン期って、カンチーマンになるとそれが死角になる時もありますからね。ウーマンがノーチャンスになったりして、から微妙な選択をミスったんだけど、まあね、そういうミスルも流れになってましたね。はい、でもなんか悔しいですね。そうですね、出てきますね、あの形。ウロパラずっと。はい。更新のスーチーマンが2回戦ですね。スーチーマンか。はい。2回戦ですね。2回戦。最初もね。うん、あれもね、あれも9万3万インマンと切ってるんで、マンズが安いから、マンズが安くなったら数万ぐらい出るかなと思って。まあ、休めて。そうです。あれはね、6球層やったらね、もう球層広くと考えて生にしようと思ってた。1回戦もね、親番でウーパソーとリャンウソーの先生リャンメニーチ2回ともかけて2回とも上がれなかったので、白あんこですね、さらっと流されそう。あの後ちょっと慎重になりすぎましたね。あのもうちょっとこのハンチャントップ取れそうにないから2着守りに行こうと思って、あ、1回戦、で自敗とか残して逆に上がりの方がししても、はい、ザ負けパターンでした、はい、今日はすみません。あのまた手芸をし直して戻ってまいります。はい、お疲れ様です。はい、くれぐれも違法カジノにはそして行かないでください。そこ大事、ここ大事です。今日はね、はい、ありがとうございます。野球賭博ももうダメ、絶対ダメ、絶対、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、続きまして第3位の方ですね。はい、惜しかったですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本人をかけてあげるわけ。どうでした？まあもう1万2千まではなんか結構良かった感じですけどね。もう仕方ないですからね、あの初ちょっと掴んだ時に嫌な感じしました。わーって思ったんですけど、止まれへんくて。止まらないですね。攻めなあかん局面。まだ天敗かどうかもわからない。後ってそんなに高いとも思わないですもんね。悔しい、悔しかったです。最後もなんかオーラスもなんか、あ、いけそう。ね、ドラドラ、ハイパードラドラで。と思ったらダメでした。はい、早く数万切るべきでした。まあまあ、いや難しいです、本当に。はい。私さんにぬいぐるみ抱いてもらおうって。かわいいショットを一つ。はい、引いて二人。じゃあ、影アップしてくれるから大丈夫。それが欲しかった。かわいい。でも私これ知らないんですよ。知らない。それはですね、なんだっけ。ホイミスライムです。ホイミ。ホイミが。ババアしか知らない。言われたの。我々です。我々だ。お疲れ様でした。全然ショック。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。さあ、それでは2位通過となりました。決勝進出、カナプロ、お願いします。ありがとうございます。
バカ好きでした。いやいや、一撃で仕留めましたからね。あれだけで決めに行った感じが。1回戦2回戦どうするそんなになんか目立つこともなくっていう感じで、そうですね、うん、はい、確かに全然上がってなかった、ね、全然上がってないですね、はい、多分1回戦とか1回だけ、それローキューマンのあれだけです、ね、だけですね、はい、もう寂しかったです、はい、ただ逆に耐えて耐えて、うん、最後に一撃、そうですね、はい、よかった、ゆうせいさんとついに対決がついにゆうせいさんとの見るじゃん見るゆうせいさんやりました、残りましたよ、ハイテンションから2人。ホイミー持ってればいいんちゃいますか、ホイミー持って。1回戦って誰と上がったんですか、1回戦は、そうですね、1回戦はすごいところからね、角谷プロと草谷プロと、そうか、清水、はい、清水プロとの中からね、かっこよくこのプロ、あ、それ確かなんか1回戦めっちゃラス引いて、そうです、そうです、うん、箱したぐらい、逆転逆転ですか、逆転逆転、そうそう、逆転できるから、うん、今回もサクッと決めてきました、強かったです、千野さんが、うん、強かったです確かに、ね、誰が2人目になるかみたいなね、はい、勝負を切り抜けて、唯一の女流、唯一の教会、うん、そうです、教会の石にかけてなんかバキバキ言ってるけど大丈夫です、職種、職種、職種、はい、お疲れ様でした、ありがとうございます、決勝も期待してます、はい、なんか告知ギッタギタにしてやるとかそうで欲しいね、いや、ゆうせいギッタギタにしてやりますお願いします、ごめんなさい、それだけを YouTube で披露わかりました、エコーかけてそこだけでお疲れ様でした、ありがとうございます、本日の仕事終わりです、お疲れ様です、はい、それでは、はい、ね、それでは強かった1位通過の血の、はい、血のプロじゃねえや、早かった血のプロ、お願いします、ありがとうございました、どうもご視聴ありがとうございます、感想です、圧倒的ですね、感想です、今日補充しました、珍しいですね、補充しました、補充、むしろ失点してないかもしれない、天才医療、いやいや、1300かなんか打ってるような、知れましたっけ、1回戦ですか、本当にあれですよ、バランスよく、あ、そうですか、たまたまだと思います、いや、あのカンリャーマン積もった曲とかもめっちゃ出てきました、何曲ですか、何曲です、はい、うん、あんまりややこしいことする、あれ裏ドラなんか乗っちゃうとね、必死にトップまくりに多分みんな来るから、逆に後で怖いなと思って、まあ、縦長にしたくなかったっていう、あ、そうです、あんまり、あの、僕が走ってもいいことないんで、別に、まあ、うん、まあ、あのずっと曲を流せればいい、 そのためには、はい、あのできれば小さい上がりか小さい方針、はい、まあ小さいというかね、うん、まあ、子供にあんまりバランスが崩れない方が後々やりやすいんだろうなと思って、はい、うん、だけどひよってましたね、あれね、3万円までちゃんと切ってればリャンパスでね、あ、まあまあまあ、もっと早くね、それはそうなんですよ、でもリーチ必要だったんですよ、いや、リャンパス、いや、曲げないんで、スーソー引いてリャンパスに、はい、言い切って、あ、言い切ります、もう、はい、あの漫画にしたくなかったんでね、あの、そうです、なんか千野さんのいいとこ、はい、本当に全部出たなと思って、そうですね、千野さんらしさです、材料が来てくれたんでね、はい、よかったです、はい、決勝どうした、自信というか、決勝ですか、いや、ここへ来たらやっぱりね、優勝したいですね、なんていうか、偶然ですけどね、最高位戦闘協会さんと、ね、天保の方と、ね、マジャレコと、ね、最高戦というか、代表、ね、なっちゃいましたね、はい、なっちゃいましたね、血のってかっこよかったですって、あ、そうですか、ありがとうございます、完全に支配した、完全に隙がなかった、もうベタ褒めベタ褒めだね、ちょっと、なんかありました、変なの、なんか変なのというか、多分あったと思うんですけど、なんか、ツッコミ、いや、なんか、なんだろうな、まあ、普通の人はしない選択肢の中、知能さんだからこうで、それがうまくいいこと言ってっていうのが、何度も続いたなと思って、へぇ、そうなんですか、まあまあ、はい、だから変わってるって言われるんですよね、やっぱね、聞いて、まあ、それでうまくいったんですよ、うまくいっちゃったんですね、じゃあね、しないね、うん、いや、うん、まあまあ、変わってるのはあまり気にしない、まあ、そうですね、気にしないでしょ、みんな一緒である必要ない、みんな一緒だと、多分負けるんで、はい、はい。それではおめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。決勝も、はい、一ついいですか、はい。もうちょっと締め切っちゃってるんですけど、はい、今月の分はね、あのミューカップイン大阪、はい、の予選会が、始まります。はい、あ、トトブクだ。今週の今週の日曜ね、はい。はい、あの、はい、今はちょっと受付はしてないんですが、
すごい関西じゃね、はい、ミュークアップイン神戸とか、はい、あとはインビテーションカップまた大阪でやったりするんで、はい、ご興味ある方はね、最近実は結構あの他の団体の方も出てくださってる方が関係があって、はい、ありがとうございます。結構締め切るの早いんですよね。こんな早かったでしたっけ、2ヶ月後の大会がもう去年まだそんなことなかったんですよね。ですよね、こんなになんか、こっちもびっくりするぐらい早く、すごい大人気、なんか競技マージャンね全体的にね盛り上がってるんですけど、そうですね、関西の方で盛り上がってそんな、なんか悩みも出てきちゃうような感じ。逆にでも最高戦をね、プラモリーグをやってまして、はい、はい、あ、どうぞ言って結構だからいろいろやってるのに、そう、あのこれもね、来てくださって去年まで3択、4択でやったのが今年10択とかで、そんなにあ、やっぱりそうなんですか、全然違うんですね、じゃあすごい、めっちゃ盛り上がってる。純平さんもね、ミューカップ優勝、そうですね、またね、忙しいからなかなか時間合わないでしょうけど、またよかったらぜひよろしくお願いします。うん、関西の方で麻雀会が頑張ってるとはい、頑張ってます。はい、はい、大丈夫でしょうか。それでは、はい、皆さん、あのこちらの方に集合、はい、はい、お願いします。我々の集合者にしましょうか。対局者の方を前に、はい、勝った2人が喋る人がいない、喋る、すいません、あ、そう、私にですか、すいません、はい、じゃあ、女の子2人ない、日野さんどうかなんじゃん、まあ、他に、いや、やっぱ勝者の方、最後で、あ、とりあえずみんな入ってください、はい、どうぞどうぞ、はい、すいません、どうした、王宮の戦士だ王宮の戦士、はい、他の告知大丈夫ですか。あ、ね、はい、来週の水曜日、20日に、加藤哲朗のビーンボールトーク with 津田弁護士という、あのトーク番組を、このジャンサクチャンネルでやりますんで、ね、うん、普段野球、基本は野球中継、加藤さんが解説するという番組なんですけれどもね、地上波では絶対聞けないよね、野球賭博の話、覚醒剤の話、そんな話をしながらお酒を飲みながら野球解説するというね、画期的な番組ですので、はい、野球を流しながらやるんですか。流してるのを横でお二人が喋って飲むみたいな。そうです、あのニコニコプレミアムの野球チャンネルを見て、基本的には加藤さんがそれを解説するっていうね、ただまあ脱線部分がかなり多くなると思います。なぜあのずっと、はい、そこが面白い、ずっとお酒を飲みながら野球解説するんでね、なかなか画期的な番組です。はい、すごいです、初めてな感じですよね。うん、はい、はい、お願いします。素晴らしい。お願いします。はい、で他に大丈夫ですか。個人団体のお店も告知大丈夫ですって。あ、田村君、鳳凰杯行く。あ、はい。第4回でしたっけ、はい、第4回鳳凰杯はこの4月の月末26日、はい、から始まります、まあ、関西にある三人内の雀荘の対抗戦というか、店舗の代表が出てきての、まあ、1回戦、2回戦、準決勝、決勝とナンバーワンを決める三人内のナンバーワン店舗を決める大会となっております。まあ、多分僕もちょこちょことお邪魔することにはなると思うんで、ぜひ皆さんご覧ください、よろしくお願いします。お願いします。ビッグウェブも出ます。おお、ビッグウェブのオーナーさんが出てくれるんで、おお、私も解説します。はい、大田くんはすごいもんね、大田くんじゃない、大田くん、はい、よろしくお願いします。あ、小田くん、はい、はい、どうぞどうぞ。加藤さんといえば来週火曜日、18時半からですね、大事なこと言われてね、関西月例会の第2回なんですが、今回は選手だけじゃなくって、スペシャルゲストとして、加藤哲朗さんと、うん、あとアサピンさん、うん、それに、マージャン連合の認定プロですね、はい、松井プロと、はい、清水プロの4人で、うん、2人勝ち上がりの、3回戦の、ね、うん、集計が、おー、すごい、来週火曜日ね、はい、6時半、はい、今日解説は我々、解説は僕と田村君と、はい、はい、はい、ちょっと実況席地味ですが、え、見てはい、はい、その実況席、解説の方ね、解説、実況席、実況席は盛り上がってる、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大丈夫ですか。来週あるじゃないですか、はい、人狼もあるんですか。あ、そうだ、人狼もあるんだ。18日は関西人狼練習村、もうすでにたくさんのタイムシフト予約をいただいてるみたいで、すごいですよね、はい、もう高視聴率番組ですからね。そうそうそう、まあ、ただね、僕はあんまり人狼がまだ上手じゃないので、生き恥をさらす可能性があるんでね、戦々恐々してるんですけれども、はい、怖いですよ、何があるか分かんない、みっともないとこを見たいという方いらっしゃれば結構上手い人もね、いますからね。そうだね、堀さんとかそうだね、純平さんもね、結構ね、あの、ホイミンあれ、できはるんで、うん、ホイミンと一緒に出るでしょ、純平さんは。
ホイミンと出るんですか、はい、キャラ付けをキャラ付け、もうホイミン順平レズと行くみたいですよ、まあ、ホイミンをね通したりとかしないでしょこれが狼になったら、ね、面白いですよね。来週月曜日が18日、うん、が第2回関西人狼練習村、はい、はい、となっております。でこれの決勝は、あ、そうですよ、本日が関西トーナメント決定戦 B ブロックで、さっき言うと、質問があったんですけど、1位通過がチノツアーで、2位通過がカナンプロとなっておりますので、決勝の日は25日じゃなかった、25度月曜日、4月25日月曜日が、決勝となっております。皆さんご視聴よろしくお願いします。お願いしま お願いします。はい、それでは、本日の配信は、麻雀卓の製造販売メーカー株式会社鳳凰ショールームより、全国の雀荘をサクッと検索、雀荘検索サイト雀作が運営する雀作サイク TV がお送りいたしました。皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。皆さんさようなら、ありがとうございます。